こんにちは、大場久美子です。そして今日はですね、私の歯医者さんの主治医の古城優子先生に来ていただきました。こんにちは、古城です。よろしくお願いします。はい、パニック障害の私が体験者ということで、シリーズでずっと何本か撮らせて、ビデオを撮らせていただいています。で、私はお医者様ではなくって、まあ、自分が体験者ということのお話と、それから、克服してからのパニック障害、克服してからの自分の考え、そして心理カウンセラーとしての考えと感じることをずっとお話しさせていただいてるんですが、実はですね、もうパニック障害の方で歯医者がちょっと苦手って、ね、閉じ込められることが苦手っていう方結構いらっしゃると思うんですよね。で、私はですね、やはり辛い時がもう歯医者さんに行けない時があったんですね。ですが、古城先生に出会って、もうなんと一生私は自分の歯で大丈夫ですよっておっしゃっていただくぐらいな治すことができました。で、皆さんにね、質問、今日はね、歯医者行ってきたんですよって、どうしていけるんですか、どうしていけるようになってんですかっていうご質問をね、たくさんいただくので、もう古城先生にもうお願いしました、来てくださいってお話聞きたいですっていうことで、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔します。さて、古城先生とのまず出会いですね。はい、そうですね、もうずいぶん前ですよね。もう10年近くなりますか。ね、で、私がちょっとパニック障害はほぼ克服してるんだけど、まだ歯医者さんまではちょっと苦しいわって、ドキドキする、心臓がね、ドキドキするわ、息苦しいわっていうことで、私のスタッフの知り合いの女性、もうちょっと難しいですね、女性がいまして、で、古城先生と仲良くしてるっていうことで、紹介していただいたんですよ。それで行くことができたんですけど、初回は私治療できなくて帰ったんですよね。そうですね、もう、うん、始まっちゃいましたね、パニックがね。そうそうそう、発作まではいかないんですけど、やっぱこう予期不安って言って、起きてもいないことまた苦しくなるんじゃないか、またパニック発作を起こすんじゃないかって予期不安で、もういけないとことか苦手なことが克服できないでいたんですね。そこで優子先生に出会ってから、なんと治療ができるようになったということなんですけれどもね。え、長かったですね。長かったですね。でも時はね、本当今お元気ですけれども、時大変そうでしたね、久美子さん。先生、時ね、全然ちょっと治療と違うんですけど、はい、スタッフとか、その紹介してくれた知り合いとか、みんなでわーっとついてきてくれたんですよ。そうですね、もう待合室もいっぱいでした、人が。ついてきてくれて、そうそう、待ってました、久美子さんがやってる時も。そうそう、なんでパニック障害だから歯医者行けない、パニック障害だから電車乗れないんじゃなくって、誰かと一緒だったら行けるとか、誰かと携帯電話でつながってたら行けるとか、何かね、できるできるできる、必ずあるはずなんですね。なので今日のお話の中で何かちょっとヒントがあったら、そこにピックアップしてトライしてみていただきたいと思うんですね。でね、先生、日ね、先生が私に驚かれたことがあるんですよ。覚えてないと思うんですけど、ちょっとね、予約時間まで、はい、ちょっと時間があるので、はい、みんなで近くの蕎麦屋さん行きましょうって、はい、お蕎麦食べたんですよ、はいはい、私ね、カレーうどん頼んだんですね。そしたらね、みんながこれから歯医者さんで口開けるのに舌が真っ黄になってどうすんのって言われたの。そう、でもね、先生、あら、黄色いわねって済んだんですよね。私その時にですね、その黄色いわねだけでね、どうしたのとか聞かれなかったことが、あ、この先生だったら私大丈夫かもしれないと思ったんですよ。ほんのちょっとのところで何か大丈夫かもしれない、どうしようと思った時にこうしようってアイテムが生まれるんだなっていうのをね、たくさん教わったんです。どうですか、番組でも私がパニック障害、もっとパニック障害だったのに治療ができましたっていうのを番組で、歯の治療をしてくださる番組ご一緒させていただきましたけど、時反響が大きかったってことで、すごく大きかったです。あの後、ちょうど久美子さんと同じぐらいの年代の方が多かったんですが、もう次の日から電話がすごいたくさんかかってきて、あと私ブログもやってるんですけど、そこにもメッセージも入ってましたし、ブログの名前を、はい、
銀座古城優子ワーキングマザーと言います。これが入るんです。これがそうですね、あのその時はまだ子供産んでないんですけど、うん、まあ、一応そのブログの方にもメッセージもたくさんいただきまして、うん、やはりあの同じように、パニックで悩んでたりするんだけど、うん、会社もずっと行っていなくて、うん、どうしようと思ってる方が、うん、久美子さんの番組を見て、うん、私も頑張れるかもしれない、もしかしたら私も治療できるかもしれないということで、うん、あのお問い合わせいただいてたくさんの方にいらしていただきました、うん、はい、どんな問い合わせの感じだったんですか。まずあの、うん、予約を取って、うん、で電話ではいろいろお話ししないですね。電話で予約だけ取られる方が多かったですね。あ、パニック障害ですか、はい、言わないで、はい、あの、うん、あのもうでも久美子さんの番組を見ました、うん、ああなるほど、ね、はい、もうそれで私たちも、うん、あピンときますんで、はい、ピンとくる先生なんですピンときました、はい、それであの私で予約が入ってる、うん、あっていうことはもしかしたらそうかな、うん、ということで初回こうカウンセリングで迎えると、うん、それでその時にパニックの方っていうのは今まであんまり言ってくださらなかったんですけど、うん、あの番組がきっかけで、うん、私のところにいらっしゃる方も、うん、あの実は私も久美子さんと同じでパニック障害なんです、うん、もう10年20年歯医者行ってないんです、うん、と自分から言ってくださる方がたくさんいらっしゃいました、うん、本当にそういう意味ではあのその方にとって希望の星だったんだと思います、ね、そうなんですか、うん、ね、でもねやっぱりあの美容室もそうですし歯医者さんもそうですし乗り物もそうですし、もう壁が高いんですよね。だからあのパニック症以外あのイコールもうできないことがたくさんあるんだっていうことで、何か一つでもね、うん、一歩でも前に進めるとどん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 とね行けたりとかするんですけど、うん、でも歯医者さんはちょっとレベル高いです、うん、そうですよね。あの自分が歯医者なので、うん、そういうことにちょっと気づきにくい部分はありますが、まあ、自分が普段当たり前のようにしてることの中に、うん、あのパニックの方も、うん、あこういうふうにやってくださるんだ、あこういうふうなことだったら私もいけるかもとか思ってくださるものが何かあって、そのきっかけで次のラインにつながったらいいなと思うんですけど、久美子さん何が、あこれなら私いけるかもって思いました。やっぱりね我慢、最初はやっぱり我慢することが多かったですね。でもそれが1分と5分では違うんですね。ですね、普通の方の1分が私には10分に感じたりとかするので、もう1分だから頑張れるわねっていう感じで、1分もの感覚、人それぞれやっぱり感覚が違うので、うだけどもやっぱりちょっと頑張らなきゃいけないことって、あの歯医者さんだけじゃなくていろんなことにあると思うんですよね、はい、そうそう、だから頑張れる範囲なのか、もう苦しくなっちゃっても病院気になっちゃうのか、そこら辺はもう自分自身の体と向き合って常に自分が今どんな状態でどんなことがトライできるのかな、まあ、その日によっても違うんですけどもね。うん、だけどあの私ねいろんなことね言わせていただきました、うんうん、あのちょっとねタオルとかね目を塞がれるのがねあの苦しいんですって言った時に、うん、あのタオルを乗せないでやってくれたこともあったんです、クリーニングの時に。そういう人できるんですか。はい、できます、大丈夫です、うん、あの、うん、タオルとかフェイスカバーっていうのは、まあ、こちらとしては何か顔の上に物が落ちた時に危なくないように、うん、水がかからないようにとかっていう一つの配慮も含めてやってますので、うん、あのそういうことをかけることが逆に不安で、うん、なくて構いませんっていうのははっきり言っていただいた方がいいんです、皆さん、うん、はい、それはあのいろんなお医者様がいるけれども、まず言ってみても大丈夫な範囲ですか。大丈夫です。それで何かあの、うん、注意されたりは絶対ないので。あ、そうなんですか。はい、あの、うん、私フェイスカバーなくて大丈夫ですとか、うん、タオルいりませんとか、うん、はっきり言っていただいた方が、うん、私たち歯医者も助かります。なるほど、うん、じゃあ私、じゃあ私が感じた、まあ、第一弾としてまた先生来てくれるかもしれないけどなんですが、ね、苦を聞きそびれたことがあったら困るんですけど、じゃあ私ね、じゃあ私がちょっとこれは皆さん不安に思うんじゃないかなって言ったところは、うん、あの口の中にお水が入ってくると、うん、あのなんていうかな、発作の時は息が吸えてるんだけど幹が吸えてない感じがして溺れるような感じがして息苦しくなるっていうのは私の症状、パニック障害の時の症状だったんですけど、口の中の水が入ってくると溺れるような気がするんですね。でうちのスタッフはねあれが気持ちいいって言うんですよ。でも私は何かこう吸い取ってくれるタイミングが悪いと、
あのこのなんだろう、自分の唾液以外は飲み込みたくないって頑固なところがあって、ね、それ飲み込んでも大丈夫ですよって言われても絶対飲み込みたくないとか頑固なところがあって、なんか溺れそうな気持ちもあってちょっと不安だったんですけど。そうなんですね、うん、まあ、でもあの基本的にはあのお水は本当は飲まない方がいいですね、うん、なるほど。削った粉とかも入ってますし、虫歯も入ってたり、あの完璧に 100% 吸い取ることって難しいので、ですから今うちでは普通に吸い取るバキュームと言われるものと、もう一つあの細い管で残したものを全部吸い取るように、このダブルでいくようにしています。それでも溺れる方いらっしゃいますので、しょっちゅうまめに起こしてゆすいでいただいてます。肝肉障害じゃなくても、うん、なくても。あ、そうなんだ。皆さんちょっとこれ朗報ですよ。これそうなんだ。そう、だからあのパニック症の方って、うん、私はパニック症だって分かってる方と、分からないまま、パニック症の症状が実はあるのに、何だろうと不安を抱えてる方も中にはいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。なので本当にちょっとお水が溜まっただけでゴゴゴゴって溺れる方とか、もう不安になってドキドキしてってやってらっしゃる方とかいらっしゃるんですよ。なので私はいつもあの一緒についてくれてる衛生士さんと自分で、もうできるだけ声をまめにかけたり、起こしてゆすいでいただいたり、そういう溺れちゃう方にはこまめにさせていただいてますけど、それもでも皆さん歯医者さんには自分で言っていいと思います。私ちょっとあの下手なのでと、お鼻で息するの下手なので、なかなかお口でしかできなくて水飲み込んじゃいそうだから、まめに起こしてくださいとか言った方が私たちもすごい助かるんですね。まめに起こしてくださいなんて言っても大丈夫、言っても大丈夫言っても大丈夫です。そうなんですか、ええ、あのもちろんそのゆすいじゃ今いけない治療っていうのは中にはあるんですね。なるほど。例えば外科処置をしてて、今唾液をつけちゃいけないとかそういうことはありますけど、でもその場合にはまたね、私ね唾液つけちゃうんです。それがですねあの、スタジオに入って音を鳴らしちゃいけない録音の時にお腹がキューってなったり、喉がグリグリグリってなるんですよ。そういう時に限ってなるんですよ。それで今あの口の中を湿らしてはいけないって言った時に、これ一生懸命ごっくんしたいんだけど我慢してグッグッてやっちゃった瞬間に、あ、ついちゃったって言われて、舌がね、こうやって上がる瞬間に、そう、もう舌がね、ゴクンってやると上がるんですよね。それをしちゃいけないと思うんだけど、我慢しきれない、もう瞬きしちゃいけないってのと一緒で、なんかね、ゴクンしちゃいけないっていうのが、ゴクンしちゃった時に、でも対処してくださいましたね。あはい、もう一回シューってやってね。そうですね。乾燥させとかなきゃいけない時もあるので、治療の場合は。でもそういう今思うと一つ一つがこうしなきゃいけない、こうじゃなきゃいけない、そういうのもきっとパニックの方にとってはストレスなんでしょうね。ねえ、だからそのなんだ、ごっくんしちゃいけないって言われるとごっくんしたくなる。絶対これ美味しいもの食べちゃいけないと思ったら甘いもの食べたくなるとかね。まあなんかそういう神経っていうのがどっか働くんですかね。そういうやっぱりあれですか、あの、あ、こういうことしちゃうと嫌がられるかな、こういうことしちゃうと迷惑かなとか思うのがまた生きづらくなったりします。あのね、突然、あ、ちょっと綿入れますねって言って、口の中に綿入れられた時に、なんか窒息するかと思った。あ、皆さんごめんなさいね、あの、感染予防のためにあの全部ドア開けてますの、外気の音が入りますので、すいません、ここ都会なので、すいません、一応都会なので、はい、ということで、あのね、最近でも綿入れなくなりましたの、あまり治療で入れるのもあります。入れるのもあります、はい。あとはあのこういうゴムのカバーみたいなのをかけて、もうピンポイントで歯だけ出しておくとか、そういうこともあります。私あのマウスピースみたいな、口広げで、はいはいはい、あれが苦しくてダメって NG って言っちゃいました。 あれ苦しい、だからとにかく口に入れるものは苦しいっていう感覚があるのかな。そうですね、そういうのもやっぱり患者様のお声ってこう聞かせていただかないとわからないので、あの歯医者とかって必ず最初に予診票って言って、初めての方ってこう書くじゃないですか、自分の飲んでる薬とか行ってる病院とか、ああいうのにも本当にね、あの
パニック障害の方、パニック障害とか書いていただきたいんですよね。あの決して恥ずかしいことでも何でもないので、そういうことを私たちが知っていた方が、あの一人一人に対する対応も変わりますし、 A さんにはこれがすごくいい、でも B さんには A さんのものが全く同じものだとダメっていう場合もあると思いますので、あのパニック症体験者としては、なんでパニック障害ということを今こう芸能人の方もみんな言うようになって一般的になったんだけど、なぜ言えないのかっていう、そこら辺をやっぱりね、あの心理カウンセラーとしては聞いてあげなきゃいけないと思いますね。何か理由があると思うんですよね。それを突破するには、その原因がわからないとそれがクリアにならないので、また同じ状況になると同じように苦しくなるので、じゃあなぜそうなるかっていうところが、またちょっと他のビデオで認知行動療法っていうお話をねさせていただきますけど、無意識に感じるこの頭に浮かぶことを、その、まあ、それがマイナスであった、そのマイナスが苦しいものであるならば、ほんの少しだけプラスに変えればクリアできることもあるってお話をねさせていただいてるんですけど、なるほどね。でもあの綿っていうのは、どの、私見たこといつもこう見たことないですけど、どのくらいの大きさのものなんですか？でもね、本当にね、人差し指の第二関節ぐらいですよ。そんな大きいんだ。大小あるんですけどね。なるほど、なるほど。これぐらい、だいたいこれぐらい、で小さい子供サイズのものはもうちょっとちっちゃいですけど、やっぱりあの唾液をくっつけたくない時とか、あのこのカバーが嫌な方もいるので、ゴムのカバーがあるんですけど、ラバーダムっていう、そういうものをつけてることがもうダメっていう方もいるので、人によってね変えてますけど、やっぱりそういうのも、あの自分のこう主治医が見つかったら、その主治医の先生ともっと密にいろいろ自分の嫌なこととか大丈夫なこととかお話しできる環境がもっと歯医者と患者さんの間であるといいですよね。なるほどね。私あとあの歯型取るのが苦手、入り口はいいんですよ、奥の喉の方に違和感をこうがベチョってきたら、呼吸ができなくなるんじゃないかっていうのを感じたんですけど、そしたら小城先生が、あの最低限のあのななパテなんて言うんですか、な粘土みたいな、あはい、あの型取りのピンクのやつですか、はいはいはい、もう少しにしとくからって言って、先生少しね、少しねって言ってね、少しだけみたいにやってもらって、でこれやった後ね、起こしてくださるっていうことでね、なおかつ私はね、その起こしてもダメだったらここの部屋の中歩き回ってもいいですかっていうことを、ね、思い出しました。そんなことありました、ね、どうぞって言ってくれて、そうそうそう、ね、いつでもなんか降りれる環境、いつでも動ける環境っていうのが頭にあった方が不安が少しなくなるんですよね。それはやっぱりね、あの診察台とかそのシャンプー台とかはもう乗った瞬間にあのパニック障害の時は苦しくなってました ね、 もうタオルの前ですね。あ、そうなんですね。そうなんです。なんか一回久美子さん、あの歯を抜くのも親知らずかなんか抜くのも、もう怖くてなんかこうちょっと帰りました、やめて帰られた時ありましたよね。もうご迷惑をかけしました。いえ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 、そんなこともありました。でもあの時もやっぱりあの無理をせずに、もう自分が辛かったらそのままやめてもいいんだっていう、まあ、治療内容にもよると思うんですけどね、もちろん、あのこれはもうこのままこの時に止めていいんだっていうことがあった方が不安がなくなるんでしょうね。また私パニック障害体験者としてね、私はパニック障害だから分かってよっていうのは、私ねパニック障害だからすいませんごめんなさいっていうね、なんかこう謙虚な気持ち持たなきゃいけないなと思ったんです。病人だからなんとかじゃなくって、でも元気になったらあのちゃんとあの恩返ししますからっていう気持ちでいるといいと思うんですよね。じゃないともう、あキャンセルできるんだと思って、キャンセルばっかりしたらやっぱり他のお客様の迷惑でも、その迷惑がかかったことによってやっぱり自分もやっぱりまた心にどんどん響いちゃうと思うんですよ。だからあのキャンセルしたくてキャンセルしてるわけじゃないんだけれども、キャンセルすることによってなんかこう心に響く、それはもうあのご迷惑、予約のご迷惑もありますし、あとはやっぱりねあのキャンセル料も発生しない病院が多いじゃないですか、そうするとなんかこう申し訳ないなとかもあるんですけど、とにかくね迷惑かけたくないって皆さん多分ね
もう一生懸命思ってらっしゃると思います。ありがたいですけどね、そのこちらのことを考えてくださるのは。でもそれぞれに苦手なことがあのパニック障害じゃなくても あるっていうのが、うん、そうです ね今日初めて私知りました。そうです、パニックの方だけではなくて、本当に何でもない方も、あの口で息をしてしまうことしかできないとか、鼻がいつも詰まってて鼻では息ができないのに、風邪の時どうしようかと思います。そうそう、鼻で息してください、鼻で息してくださいって言われるから、あれが嫌で歯医者に行けないとか、そういう方もいらっしゃるのでね。先生はあのご自身の歯はどうしてるんですか？私の歯は、私が歯医者になる前からですけど、学生の時からもう直して、歯医者になった時にほぼ全部完了してるので、自分のメンテナンスだけあの衛生士さんにお願いしてます。なんかあの苦手なことってないですか、先生が？あ、でも私すっごい知覚過敏なんですよ、下の前歯が全部知覚過敏で。歯の知覚過敏ってなんでなるんですか？あの結局知覚過敏って病気っていうか、この虫歯とかではないので歯が極端に敏感になってる状態なんですね。だから例えばちょっとしたその風邪とか、あの歯石を取るピーンっていう機械とか、ああいうのでもこれぐらいもう染みちゃうんですよ。だからそういうのもやっぱり自分をやってくれる衛生士さんに伝えておかないと、いきなりバッて来られると飛び上がるぐらい痛いので、自分がそうだからやっぱり知覚過敏の患者さんにはものすごく気をつけてますけど、実はあの私この撮影のちょっと前にクリーニングに寄せさせていただいたんです。それで知覚過敏なんですけどって言ったら、なんだろう、水少々しないで、集中してやって最後にシュッてやって、シュッてやって口ゆすいでくださいって言われて、こんな痛くないクリーニングってあるんだと思ったんですけど、すごいびっくりしました。よかったです。やっぱりその人その人で苦手なもの、あのここの場所がしみる、ここにこうなってる、そういうのをあの今は全てこうもう書き記しているので、その方が次にいらした時にも前に担当についた衛生さんから情報が全部来るように配慮してますから、そういうしみるのもね、必ず伝えてくださった方が次の方にも全部残っていくので、まあ、とにかく何か気になったことがあったら尋ねてみるとか、質問してみるとかいうことなんでしょうかね。でもこれなんかこうあのパニック障害の方っていう風なあの辛い方っていうことでビデオ撮ったけど、なんか普通の一般の方にも全然あのすごくありがたいお話が、私もなんかもうどんどんなんか、でも私で変な話ね、あのうちの家系がですね、歯が丈夫なんですよ。いや絶対そう思いました私。あ、そうなんですか。私ね、久美子さんの口の中を見た時にすぐ分かりました、そうなんですか。なんでかっていうと、やっぱりもう一日たくさんの方を見てると、どんなに気をつけてても虫歯になりやすい方と、そんなに歯医者さん行ってなくても、結構歯がしっかりしてる方っていうのはもう遺伝なんですよね、そうなんですか。うちの両親も本当にもう何十歳まで虫歯ないような状況で、でもそうだと思う。だから久美子さんはすごく、あの不幸中の幸いというか、結局あのパニックで歯医者にずっと行けない時期はあったけれども、でももともと持ってらっしゃるものが多分素晴らしくて、虫歯って言ってもあの時ねすごい本数だったじゃないですか、17本。でもそれはですね、皆さん、私ここ言わせてください、マイクロスコープで人間の目で分からないのを見つけてもらったら17本ですからね。そうですもう街歩いてると先生言われて、17もあるんでしょって街歩いてて言われるんですよ。そんな虫歯だらけで真っ黒なわけじゃないんですよ。もう本当にあれは虫歯と言われるものを全部見つけてくださいということで検査した結果番組で、ね、17本だった。で、ね、17本の中でも久美子さんの場合は歯を削って詰めなくては型取りして、あのセラミックの歯を入れなきゃいけないのは2本だったんですよね。ありがとうございます。で、残りは本当にちっちゃくて、削ってちょっとプラスチック詰めればその日に終わる治療っていうのもたくさんありますから。でも私が感じるすごく大きな穴がもう一個ドーンと開いてたんですよ、もう抜くしかないと思ったんですけれど、一生自分の歯でいけますってもう目から鱗ですよ、本当に。もうこんなに人生変わるとは思います。大体がですね、パニック障害体験しただけで歯医者に行ける人生が訪れると思わなくて、我慢、ずっと我慢してたんですよ。そうなんですね。もうずっとその穴が開
いてない方でずっと噛んでてね、もうとにかくこのままどうなのかしら、痛みが出たらどうなのかしらみたいな、ずっと何年も悩んでたことがですよ、甲状腺先生に会って一瞬にして取りましたもんね。よかったです、歯医者冥利につきますよねでも歯の悩みっていうのはなんか、なんだろう、自分で、あ、ちょっとお腹痛いって言ってお腹のね、うん、薬飲むとか頭痛とか痛み止めとか、そういうわけにいかなくって、うん、そうですよ、ね、自分で何ともできないから、でも、そうなんです、歯って大切ですよね。そうなんです、やっぱり私が歯医者になって本当に自分で感じてることは、うん、あの患者様に伝え、もういつもそれを伝えるようにしてるんですけど、うん、例えばちょっと体調が悪かったりすると、うん、寝て治す、体力をつける、うん、いろいろありますよね。でも歯の場合は絶対元に戻らないので、うん、そこで悪くなるのをストップさせるか、うん、まあもちろん良くなっていくことはありますけど、うん、元に戻るっていうことがない病気なんですね、うん、だから歯周病でずっと骨がなくなっていくと、うん、そこで綺麗に治療したとしても元通りの骨の位置には回復しないので、うん、本当に今ねちょっと歯医者さんずっと行ってなくて、そういえば10年行ってないわとか、うん、クリーニング行ってないわとかいう方は、うん、どこかで何かきっかけをね、うん、作ってちょっと店に行っていただけたらと思うんですよね。治らない病気なので。いいですか、はい、ちょっとポイント言って、もう絶対これは治らない歯だっていう、そこだけね脳裏に残っちゃう。なるほど。と、あ、どうしよう、今歯医者さん行けないのに絶対治らないし、私はどうなっちゃうのかしらっていう不安に思う方がいるかもしれない。そうですね。なるほど。なるほど。なるほど。だけど、そうですね。だけど、いいですか？私もどうにもならないのをね、何十年もほったらかしにして、なんとかなりましたから。なんとかしていただける。だからお医者様に相談できて、もうまだ治療まではちょっとかかるかもしれないけれども、相談するだけでも一歩踏み出せたと思っていただければ、うん、私みたいに一生歯が、うん、なる。大丈夫です。そうなんですよ、ね、でやっぱりそのさっきの話じゃないですけど、自分で治せるものではないっていうことがあるので、うん、いろんな災害の時にも困るんですよね、はあ、急に痛くなったり急に何かがあった。あと東日本大震災の時に肺炎で亡くなられる方が、はい、お口の口腔ケアができなくて、そうですそうですね、それって前にこう別の番組でねやってたやつで、うん、船に乗ってね、はい、こう航海してる時に、うん、やっぱりその心臓発作で倒れられた、うんうんうん、で結局なんでなんだろう、すごい健康な方なのに、うん、で脂肪解剖の結果、うん、心臓から歯周病菌が出てきたっていう事件なんですね。やっぱり私たちの血管は全身巡ってますので、うん、お口の中の歯周病菌が心臓から出てくる、うん、あちこちから出てくるっていうことはあるんですね、うん、実際。だから肺炎も、うん、同じですよね。やっぱり口腔内環境を整えてないと他のことの病気につながる、うん、なかなか自分では治せないので、うん、もう何か震災とかいろんな災害とかがあった時に痛くて痛くてでもすぐ見せられないっていうの本当つらいですから、薬飲んでも効かないので。私はだからもうリュックに口をゆすぐやつを必ず非常袋に入れ替えて、とにかく歯磨きができなくてもクチクチだけでもしたいと思って入れてるんですけれど、そうそう、でやっぱりその時に虫歯にならなかったとしても、うん、それまでずっとほっといたものが、うん、たまたまこの時に痛むっていうことがあるので、うん、なるほど、それは本当に辛いみたいなんですよね。だからぜひ自分で全然元気でいけるうちにね、うん、行っていただきたいし、パニックの方もご相談をまずしていただきたいですよ ね相談するところからです ね例えばご自身でしなきゃいけないっていう決め事ではなくって、自分ができなかったらじゃあ家族に行ってもらうとか相談してもらうとか病院探してもらうとか何か方法があるはずなんですね。なので、うん、何か物事が勃発した時にもう一個しかないって陥らないで、いろんな方向からこうね探っていくと何かしらどっかに
ね糸口があると思うので、うん、もうぜひそれはねこう耳をねダンボちゃんにしてねそうなんか情報とかね今ネット時代ですからね皆さんスマホ持ってらっしゃるのでね、うん、メールで相談もできますしね、うんうん、あとね私もこうやって聞いてねもうねお付き合いね長くさせていただいて、うん、初めて知ることもあってまた配信することもあったんですけれどやっぱり体験談とか何かこう治療なさった方のそういうお声が聞けるといいですね。そうですね、うん、やっぱりその声がたくさんあると、うん、あ自分もここに当てはまるって思いますもん ね、うん、作ります。あそうですか作ってみたいと思いますでもこういうねサバサバとした、銀座何年でしたっけ。もう22年になります、ね、22年の古城優子先生ね、私は本当に古城先生に巡り会えたっていうのはまた人生の中での財産だと思ってるんですけども。嬉しいです。でも私に意外と男っぽくてサバサバしてるんですよ、うんうんうん、だから多分私のサバサバした性格にはサバサバした先生が先生のね私生活までお伺いしたことはないんですけれどサバサバしてらっしゃると思うんです。同じですそうなんですか、うん、でもどうですか、まあ、ちょっと最後にね30分お話しいただいたのでパニック障害の方ちょっと見てらっしゃると思うんですけど、うん、何か一言お声掛けする何かありますか。そうですね、ぜひさっき久美子さんもおっしゃってましたけど、はい、どこかに糸口があればと思うので、うん、本当私もブログもかなり長いことやってますから、はい、そこにメッセージも送っていただけますので、もう遠方で東京じゃない、はい、私東京じゃないから古城先生と関係ないわと思っても、うん、そうじゃなくて、うん、どこかに何かのつながりってありますから、うん、ご相談いただければ、うん、私にできることはもう全部やらせていただきますので、うん、ちょっとご相談ください。そうですね、うん、パニック障害にかかわらず、うん、お口の中のケアは大切だということも常に私もねお聞きしてるので、何かこう窓口がねできてお近くの歯医者さんに行けるような感じに、ね、なったらいいなって、何かのきっかけになったらいいなと思ってね動画を回させていただきました。なんか先生言い足りないことないですか。なんか先生の私ね先生の、ね、本を結構買って読んでるんですよ。嬉しいわ久美子さん。めっちゃ面白いこれね。嬉しいわ。これね取材で言ったらね雑誌社の人がね食らいついてね、すっごいにブワーって書いてくれたんですけど、ちょっといい風に書いてちょっと文字って書いてくれたのでちょっとボスになっちゃったんですけどでもね女性にはね読んでいただきたいね、うん、あちょっとカメラでしょ、ごめんなさいね、いらっしゃった、うん、もうね目から鱗ですよ、うん、これも、まあ、でもね、うん、これを読んあでもね読んでいただけたら古城先生ってこんな感じの方かなって分かっていただけるくらいサバサバしてて気持ちがいいです。嬉しいです、うん、もう本当にこれもね女性だから女医だからこそ言える内容のこととかね、あそうなんですよ、どこの先生には言えないけど女性の先生だからこういうことを言えるわっていう患者さんのね お話とかもありますのでちょっとタイトルだけ少し言っていいですか、はい、例えばね例えば全部言いたいけどこの言葉がね面白いの、おっぱいは9割が脂肪みたいなね巨乳は遺伝するのかみたいなちょっとこれ読みたくなりません。面白いですよね。最新ブラジャー事情とかなんかですごいな。おっぱいのとこばっかりじゃなくてね他のところいや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 、各科の専門医が集まってますからね。いや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 、これ妊娠出産のメカニズムとかね、これは週刊誌として食らいつきますでしょ、わかりますでしょなんか出せないことも、ね、もういっぱい書いてくるわけです週刊誌の方はね。でもねこれはね本当自分の体というものがねもう本当わかるっていうかね、読んでいただいて嬉しいです。でも古城先生もねわかりますのでね、古城優子先生でちょっと引っ張ってみたいな本がね出てきますので、ね、ぜひぜひ、ね、読んでいただき。ありがとうございます。この30分聞いていただいてわかりました。古城先生の職場というか歯医者さん笑いが絶えないです。これ私笑いが変って言われてるんですけど、本当に。
でも笑える、うん、だからあの苦しかったことも途中で書いちゃったことも本当申し訳ないんですけれども、今となって笑い話で、ね、本当に人生のちょっとね天気のこうきっかけを作っていただいて、ありがとうございます。嬉しいです。でもね、あの小城先生のお体大事にして、はい、小城先生頼ってらっしゃる方たくさんいると思うんですけど、そうですね、自分の健康がね、なくしては患者様の健康が保てないので、はい、いつまでも元気で仕事と子育て頑張りたいと思います、はい、まだチビがいますので、あ、じゃあ小城先生のブログの方もね、あのお邪魔したいと思います。皆さんもぜひねご覧いただきたいと思います。ご覧ください。いつでもご相談ください、はい、本当に一人で悩まずに、はい、ね、銀座何年でしたっけ。22年です銀座22年の小城優子先生でした、はい、ありがとうございました。ってこれの自分できるんですよ。なるほど、すいません。